ボッタルドベーストンネルの掘削に使われた TBM トンネルボーリングマシン、トンネルボーリングマシン TBM 全断面トンネル屈伸機はトンネル掘削に用いられる掘削機械。日本では技術的な導入時期の違いなどといった経緯によりシールドマシンをシールド後方すなわち外壁の施工までを機能に含みまた後方の その外壁との間のジャッキにより推進するものを指し、TBM は掘削のみの機能で外壁の試行は別途行い、推進についても後壁にグリッパを当てる形式のものを指している。口術のように海外ではこれらをあまり区別しないことも多い。大断面のトンネルで地山の性質を見極めるために先行して掘り進む先進シルベコの掘削に用いたり、大型 TBM で 本校掘削を行う場合もある。シールド工法と TBM 工法は工法としては異なるが、掘削機械としては、双方の機能を持ち切り替え可能なシールドマシン兼 TBM もあり、英仏海峡トンネルなどで使われた。海外では区別せずシールドマシンも TBM と呼ぶ。フランスやスイスなど一部のキリスト教圏では、広府の守護聖人である聖バルバラにあやかって、 トンネル掘削機に女性名をつける慣習がある。ありがとうございます。